2019年1月6日、中国の国営テレビ、中央電視台、CCTV が、今年活躍が期待される、新世代の若手俳優4人の名前を公表。すでに知名度の高い幽霊、五来、劉浩然、劉浩自然らが選ばれている。CCTV の映画情報番組、中国デニエー報道ではこのほど、若手俳優の中でも特に演技力に優れた4人を、今年の期待の星として紹介。ウーレイと、リュウ・ハオラン、フー・シェンシュウ、コサキアツ、ポン・ユーチャン、ホー、ミチ、リツトールが選ばれている。子役出身のウーレイは1999年生まれの19歳。3歳で、モデルデビューして、キャリアをスタートさせ、天才子役として、神、チョウ・キャンとも、はじめ数々の作品に出演してきた。リュウ・ハオランは97年生まれの21歳で、2014年のデビュー作となった映画、北京愛情孤児で注目された。その後、ドラマ、ロー、王者ボー、牢屋、ボーニから風雲来る長林軍や、日中合作映画、空海経由会から、美しき王妃の謎など、話題作への出演が続いている。2000年生まれで18歳のフー・シェンシュウも子役出身。ロー、王者ボーニをはじめ、昨年ヒットした、時代劇ドラマ、ジョイデンでも注目された。ポン、ユーちゃんは1994年生まれの24歳。15年に低予算ながら、異例のヒット作となったドラマ、大使秘境総局ラプソディで注目された後、昨年は映画、大蔵石地、シカモザによって、台湾のアカデミー賞、金馬進で最優秀主演男優賞に、ノミネートされた。これにより、演技派として一気に注目される存在となっている。